トラトベ教の中にあるトラトベ石上から見たトラ、トベ教上空から見たトラトベ海トラトベ教の山腹に、ある、道トラトベ教は中華人民共和国雲南省の近、西の本流にある非常に深い峡谷で、同省霊公子及びでチェンチベット族自治州に属する。世界遺産に登録されている三重平流の、高萌え雪山地域に含まれている。 霊光市街からは北へ6 0トル離れている。虎ト,トベ京は霊光市の玉料なし族自治県とデテンチベット族自治州のシャングリラ市の間に位置しており、近祭とその支流の広市大野影川が合流する付近から始まって玉料なし族自治県の大愚号の一帯で終わるまで1 6トルに渡って続いている。虎とべは上流から上、 トラトベ、中トラトベ、下トラトベの三段に分かれている。それぞれの区画では、金さえの大きな滝や川の中に林立している木岩などが見どころになっている。峡谷の両岸には高山がそそり立ち、世界でも有数の深い峡谷となっている。左岸には、高友江雪山が、右岸には、玉流雪山があり。 谷底から山頂までの高低差は3790メートルに達する。虎飛べ橋の両側の岩石は、変岩と大理石からなる。川幅は60メートルから80メートルほどで、最も狭まった部分は約30メートルほどしかない。その両岸の断崖は2000メートル以上に達する。峡谷の上流から下流までの落差は200メートル余りで、水流は急であり。 高校不能である代わりに、水力資源は、豊富といえる。虎ト,トベ教という名の由来には、金さへの渇水の時に、山から降りてきた猛虎が、峡谷の中の岩に飛び移り、そのまま対岸に飛んで渡ったとの言い伝えがある。また、川の中には、虎が飛ぶ時に、踏み台にしたとされる、虎トべト石という岩もある。虎ト,トベ教付近の村と、棚田虎ト,トベ教付近のトレッキングと、 雪山周囲には、那族の村が、わずかにあるだけで、狭い高地で農業を営むほか、観光客相手の商売もしている。この地域が外国人観光客に開放されたのは1993年で、あるが、それ以来外国のバックパッカーや中国各地からの観光客が訪れている。バスが通る程度の道が、峡谷沿いに通じているほか、その髪型には、 人が歩ける程度の細道も通っている。途中のゲストハウスに泊まりながら、峡谷を通る道をトレッキングする者も,も多い。トラトベ京には、ダム建設計画があったが、世界遺産に登録された三井平流の保護地域にあることや、観光資源、文化資源の水没も問題となっていた。この計画は2007年に破棄されている。ありがとうございます。